どうも、おまるさくらこです。今日はですね、フェルトでマスコットを作ってみようかなと思います。作るのはこちら、さくらこも大変お世話になっております VTuber 活動もしている BS 日テレのプロデューサー、みんな大好きトリーピーですね。はい、じゃあまずは材料を揃えまして、資料は動画のいい感じのところをスクショして印刷していきました。じゃあね、これを元にパーツごとに切り分けて、今回はこちらを使ってパーツを貼っていきたいと思います。いや、貼ったらね、もうほとんどトリピーですね。じゃあ縫っていきましょう。はい、羽も生えましたということで、次はね、足を作っていきたいと思います。本当はこういうカラーモールで作りたかったんですけども、買いに行った店舗に売ってなかったんで、こちら代用していきます。マスキングテープを巻いて足を作りましょう。おー、それっぽくなりました。じゃあね、次は綿を入れていきましょう。まずは羽にギュッギュッギュッと、型取りでフリクションペンを使ったんですけども、真っ白の生地でもね、ドライヤー当てたらキレキレになるので、チャコペンだったっけ、あれの代用に使ってみてもいいんじゃないでしょうか。さあ、本体にも綿を詰めていきましょう。パンパンにしてね、まん丸のも卵みたいなのにしたい。まん丸になれい。あれ、なんか、あ、こんな顔だったっけ、なんか、あれ、なんか違うな、あれ、あ、そっか、立体になると表面だと思っていたところが側面として持ってかれるのか。あーあー、誤算だ。まあ、仕方ない。まあ、綿はじゃあほどほどにして、パンパンは諦めまして、おう、さあ、じゃあ足を装着して出来上がり。殻をつけまして、で、羽をつけて完成。いやー、後ろ姿かわいいな、お尻かわいいな。じゃ、むーちゃんに乗せてみました。うん、いい感じです。ついでに小次郎殿も作って並べてみました。じゃあ、いつものね、肩の上に乗ってもらうサイズ感。はい、桜子もちょっと隣に並んでみましたけれども、家族写真かな。ってことで、フェルトでマスコット作るのとっても簡単なので、みんなも作ってみてね、と。ん？どうしたの？その、あれ？トイピー、様子が、あれ？袋は。え、何？バイバイって。どうした？あ、え？入ってっちゃった。結ぶ？おー、なるほど。じゃあね、これ、せっかくなので、本人にプレゼントしてみました。ね、トリピーにプレゼントしてみたいと思います。手震えてる、手震えてる、手震えてるよ。はい、ありがとう。あ、もしかして、もしかしてじゃね、開けていいの？どうぞ。これあれじゃね、飴じゃね。あー、そうそうそう、トリピーの飴をね。あ、やっぱりね、俺差しが過ぎてごめん。そうだよ、絶対そうだよ、小麦さつよって腹だ。そう、飴、そっか、飴だったな。飴でしょ、飴なの？あ、違うのか。あ、すげえ。そっちか。あ、すげえ。すげえ、これ。トリピー作ったよ。これ一個いくら？パーカーとセットで、パーカーとセットでいくら？いくらやったら買いますか、みんな。いくらにしようかな。コメント欄に入れといてくださいね。はい、ありがとう。はい。よかったです。まあ俺の方が可愛いなでも。そうかもしれない、ね。喜んでもらえた。あ、すげえ、びっくりした。ありがとうございました。うん、ありがとう。はーい。確か。